ございます。セイントセイヤソルジャーズソウルブラジルポルトガル語講座のお時間です。ソルジャーズソウルの南米版の発売を記念して、本日はゲーム内の名台詞からブラジルポルトガル語を勉強いたします。本日司会進行役を務めますアシスタントプロデューサーのジュネ・スキタです。どうぞよろしくお願いいたします。本日ゲストとしてこちらの方にお越しいただいております。セイントセイヤソルジャーズソウルプロデューサーの水戸亮さんです。どうぞ。おはようございます。プロデューサーの水戸亮です。セイントセイヤソルジャーズソウルはですね、世界中で大変人気の高い作品になっています。先日ブラジルで開催された、ブラジルゲームショーでも非常に盛り上がりました。今回ですね、このゲームを通じて一見遠いあちらの世界もですね、身近に感じていただけたら嬉しいなと思っています。ありがとうございます。それでは本日のワードです。はい、聞いていただきましたが、水戸さん、こちらお作品中ではどのようなセリフなのでしょうか。はい、こちらのセリフ、ペガサス流星剣はセイントセイヤを代表する必殺技の一つですね。セイヤが無数の高速剣を放つ、おなじみの技になっています。ではこちらのセリフをブラジルポルトガル語でお聞きください。ここはモミプレイシペテオールペペラガスアーカボー。なるほど、とっても勢いのある言葉でしたね。そうですね、ペガゾーのところを力強く言うとより必殺技っぽさが出ますね。それでは早速皆様もご一緒に練習していきましょう。私の後に続いて発声してください。2度連続で参ります。メテオールディペガゾー、メテオールディペガゾー。皆様上手に言えたでしょうか。そうですね、ブラジル旅行中に毎日危険な目に遭った時は叫んでみるといいかもしれませんね。伊藤さん、ありがとうございます。ありがとうございました。最後に本日のフレーズ、ペガサス流星剣をブラジルポルトガル語でもう一度おさらいいたしましょう。ここはモミプレエイシペテオールペペラガスアーカボー。皆さんいかがでしたか。繰り返し練習してこのフレーズを使えるようになるといいですね。ゲームの方もぜひ遊んでみてください。水戸プロデューサー、本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。オブリガード。